ラウリとは、南極ブナか南極ブナ属の落葉性、高木の一種である。原産地は、チリ中部及び、アルゼンチン西部で、特徴の一つは14から18体の目立つ葉脈で、ある。木材が得られる。アルゼンチンのネウケン州、チリのビオビオ州及び、マウレ州に分布する。ラウリは、生育地においては一字林や二字林を構成する、重要な種であり。 攪乱された場所でも、良好に成長することが可能である。むしろ、南極ブナか南極ブナ族の植物の中では、最も体陰性が高いにもかかわらず格乱された場所や開けた場所を好む。また、火山性や砂質の土壌も好む。しばしばレンガ等他の南極ブナ族植物と共に生えている姿が見られる。自然状態では、 樹高25メートル以下の落葉樹であり、樹形は公園水型となる。樹皮は暗灰色で、年とともにひび割れていく。枝は上向きに開き、若枝は初め緑色、やがて茶変子表面が荒れる。葉は五星で、単葉、西洋紙でと紛らわしく、長大円形、長さ10センチメートル、幅4センチメートル未満、表は、新緑から青銅色、裏は、 白っぽく中央脈と葉脈とに少量の毛が生えている。葉脈は平行に14から18体見られ、ここから他の南極部な属植物と区別することが可能である。葉炎には細かい巨子がある。秋になると応変する。花は非常に小さく緑色帯び、晩春に葉液に尾花が1個、雌花が3個ずつ開く。果実は葉の基部につき、 角とかで、長さ1センチメートル未満、ゴーモ毛ー帯からが4つに割れ、小さな剣下3個を含む。熟すと、深緑色から茶色に変化する。対等性を有する。優れた木材が得られ、2012年までの時点ですでに、北半球の植林地に植えられている。リーストコンサーン木材として利用されていることでラウリが減少に陥るリスクがあり、また森林が切り開かれて土地が、 農地や外来種のプランテーションに転換され、生育地が失われるという脅威も存在する。しかし、2017年に発表された IUCN レッドリストにおいては、持続可能な利用法が研究されるべきとされつつも、定期検種という評価に落ち着いている。ラウリは30を超える生育域外の標本が確認されている。英語、チリ及びアルゼンチン。 ABCDEFGHIJ バースト、ABC ザプラントリスト、ABCDEFGH コンビス、フォルチ、ABCDEFGHIJKL ラッセル、AB、ハーナンデスソル、ラモスピサロカーコミュースルーナ、英語、日本語、スペイン語、英語。ありがとうございます。